皆さんこんにちは、ババロアの館へようこそ。ミンです。ハスクの声がすごい。あ、やべえ、夜。とりあえずこの辺で寝て、なぜかっていうとね、またねずーっと放置してて、でこの大群ですよ。うわ、やべえやべえやべえ。で今回やることについてね、ちょっと変更点が出てきたので、びっくりした。この緑がねクリーパーかと思う。あいつロープ持ってる。ちょっとロープ欲しい。あ、もうこいつこいつ。あ、落とした落とした。オッケー。そしたら、お肉をね、拾いに行きましょう。待って待って待って、チビハスク、チビハスク。チッ、て、いてててお前、なんで当たんねえんだ、びっくりしたな。いって、お前、ラグいラグい。オッケー。そして、裏でね、サトウキビ回収機構、これをね、完成させておきました。って言っても、そこまでね、複雑なものはできないので、こんな感じで。サトウキビが3段目かな、ここのお顔の前に来るとガシャンって回収される感じにしてあります。でね、なるべくこの観察者、 Java では観察者っていうのかわかんないんだけど、これがね一つでできるタイプが良かったので、こういう風にレッドストーンをバーって引いてここでつなげるっていう風な形になってます。一回動かしてみよっか。こうやってやっていくよ。ほい、こんな感じ、こんな感じでサトウキビがねバシャンって落ちるようになってます。あとはこの辺を閉じたり、ここの下に落ちちゃうのはね、もうどうしようもないからしょうがない、ほっとこう。今回はね、もう本当は牧師さんやろうと思ってたんだけど、これをね、囲っていく建築っていうのを今回はやっていこうと思います。ということで、今回もやってまいりましょう。ババクラハードコア、スタートー。前回の終わり、あんなに噛んだのにってちょっとね、自分でも思ったんだけど、サトウキビ回収ができたらね、いろいろはかどるところもあるので、あ、そうだ。先にね、お家にグローストーンを取りに行こうかなって思ってます。やっぱりね、湧き潰しが重要にはなってくるので、この前のネザーで取ったグローストーン、あ、カットしたかも。カットしたかもしれないけど、グローストーン取っておきました。それを使いましょう。うわ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、あ、待って、やばいやばいやばい、死ぬかと思った。あ、24個あるね。いいねいいね。シーピクルスでもいいけどね、なんとなくグローストーンにしよう。じゃあまず先にね、この下に光源を置いておきましょう。あとはここを閉じちゃって、で見えない部分は砂岩でいいかな。これで動くのかな、怖いんだけど。うん、動くね。いい感じいい感じ。そしてこの周りもアカシアの原木で囲っていく。裏もしっかり湧き潰しをしておきましょう。やべ、足りねえ。アカシアの原木が足りない。そして夜が来る。あと1スタック、焦った。まだね、このサトウキビ回収を上につなげていくかどうかはどうしようかなって思ってて、まだ決めてない。でももしまた伸ばすってなった時用に建築しやすいようにしておこうかな。うわ、なんか頭が長い。ってことで、ちょっとねこの辺変えていきましょう。頭長いからこんな感じに、あまり可愛くないかな。でもなんかね、あっちと似たようなデザインでランタンもつけましょう。ランタンここにつけておく。でなんかこの上の部分もね、またランタンつけようかな。この辺にしておく。うん、いいんじゃない。ちょっとサトウキビ邪魔だね。これ全部回収して交易しちゃおうか。ここの上もねちゃんと閉じておかないと、忘れてた。まあ形は豆腐だけど、それはそれでいいんじゃないでしょうか。なんかさ、旗織り機とかもね一回使ってみたいね。旗織り機が使えればそれなりになんかお店屋さんっぽくできたりもするのかなーってね、ちょっと思うけど。あとはこのねでっけえチェスト、こいつがねマジで邪魔なんだよね。どうしよう。ちょっと場所を移動しますか。今は一旦ねここにチェストを置いておこうかな。あ、ここさ、なんかお店屋さんっぽくするんだったら、お店の前の椅子みたいなの作ってもいいかもしれない。椅子作るか。ここに置いて、ここに置いて、こう。そしてここはね一個余った階段で埋めると。よし、こんな感じでいいんじゃない。それともさ、こっち向きでこうやって置いといた方がいいかな。ベンチっぽくこれにするか。こっちも向かい合わせで置いて、じゃあお客様間失礼しますって感じで、こういう風にね取りに行きましょう。ダークオークをねここにつけて、うわー、ランタンって感じ。ランタンの店って感じだね。店に見えるかなこれで。まあいっか、これね上に建築を重ねるときに撤去すればいいよね。今回はこんな感じでいいかな。
またいつかこの建物の外とか中はちょっと難しいかもしれないけど、静塚さんをね近くに置いたりとかして交易をよりスムーズに行えるようにしていきたいなと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。